はい、皆さん、おはこんばんちは、シアです。さて、今週の、ギガ伝説級イベントは、エンサの化身。はい、詳しく、まあ、もうすでに、ミッションフルコンプリートでクリアしてますが、ノーデスはなしと。で、紋章としてはね、メラ属性ダメージ減に炎ブレス麻痺封印の3パターン取れてると嬉しいかな。まあ、メラに炎ブレスだけはどうしても取っておきたいところだね。はい、そして装備チェック。まあ、こいつに必要なのは会心と、メラ、そしてドルマなんで、ロト鎧上でメラ、ね、ハグメタの冠で会心、そして、魔剣士の装束下でドルマに耐性を取って、で呪いも結構怖いんで、ドクロの指輪とミストバーンでドルマと呪い、ドクロの指輪で呪い、そして休みがきついんだけど、ロトの鎧上だけの休みじゃ当然足りないんで、そこは、食事のスラマンセットで 90% 取っていきますと。で一応他のメンバーの、ね、装備見てみると、まあ会心軽減がない人、いや、ちょっと守備力低め、まあ基本的にはね、スラマンセットで休み体制取っとくと安定すると思うんでね。ついでにメラ体制 25% もあるんで、まあドクロの指輪に光の指輪で呪いガード中2個プラスシャナクを持ってもらうみたいな人が1人いると安定するんじゃないかな。まあ呪いはね、道具じゃ解除できないんで、できればシャナクやお祓いを1つは持っていきたい。できれば2人欲しいところ。まあ呪われちゃうと積んじゃう可能性があるんで、そこは気をつけたいものの、まあまあ別に今はスタビナだけで周回できるんで、そこまで神経質にならなくてもいいかな。そして道具は一応念のための復活、アモール、世界樹、特薬草と。もし強さがギリギリなんだったらね、もう復活使って10体以内狙っちゃってもいいかな。さあ、こんな感じのメンバーで、挑戦します。ちなみに、弱点はヒャド属性と、何だったかな、ヒャドとデインと、ヒャドとデインと、ジバリアかな。なんで俺は刀身と超ギガスラを持っていきます。ついでに言っとくと、俺の、紋章は適当です。そこまでしなくていい敵という判断。まあギリギリの人はしっかりと紋章で体勢取っていきましょう。お願いします。まあ休み体勢 90% は基本プラス、メラ体勢あるんでね、まあまあスラマンセット安定かな。でまあこいつはやっぱ痛恨が怖いのとね、一人を集中攻撃してくるんで、狙われた人は防御しましょう。さあ誰だ、はいね、 4P 防御。激しい雄たけびのダメージも結構痛いんで、ね、激しい雄たけび受けてから防御するんだ。まあいいけど、まあこうなる可能性があるんで、こうなっちゃったら早めにアモールとかを巻いてあげましょう。まあ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 痛恨耐性があるんでね、よかったけど、もしこれ痛恨耐性がないとあれで死ぬ可能性あるんで、まあ、仲間のカバーを考えてね、狙われてない人は。まあデモンズクローもね、ドルマ属性の3回攻撃、まあ、これ防御してないとかなりのダメージなんで、さあそしてね、次はゲージまたぎかな。ギリギリゲージまたぎまでいけない感じかな。いけたいけた。そしたら次の標的に変わるんで、狙われた人は防御。まあ早め早めにね、リカバリーをしておく。で溶岩落としも結構なダメージ食らうんで、まあダブルバフでもダメージ減るのかな、溶岩落としは。んー、減った、ない感。まあ、俺は悪ブレ持ってきてるから大して問題ないんだけど、これは回復しといた方がいいね。防御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 
判断できなかったか、間に合わないか、間に合ってよかった。なんで俺に変わってんだよ、標的消えてんじゃねえかよ。びっくりしたわ。え、俺って。はい、そのまんま2回目のゲージまたぎ、また標的チェンジ。はい、で標的変わったら攻撃に行きましょう。で激しい雄たけび来るからね、これは見てからまたぎたいね。結構食らうんでね。で 3P はそのまんま防御キープで、でとっととゲージまたいでしまいたい。でメラストーム、お、これラッキーだね、一人だけ防御外した状態でメラストーム来るんで。お、で呪い来ても、おっと呪われなかった、ラッキー。でドラゴンソウルのコンボ一気に、これいいダメージ出るぞ。で回復したいんだったらコンボが終わるの見てからね。また来たが倒しきれるか、微妙なとこだな。おーね、なかなか。はい、終わりーっと、死ぬ死ぬ、お疲れーっと。はい、ということで気をつけなきゃいけないところは、狙われた人は防御するっていうところとぐらいだね。あとは休みが重ならなければ特に強いボスじゃない。逆に標的切れてる時に誰攻撃来るかわからない方がしんどいね。なんで早め早めの回復を心がけておけば十分かな。であとはフルバフにしてぶん殴れば余裕ですと。まあそこまで強いわけじゃないので、まあ周回もそんなにきつくないかな。まあ倒すことで魔王9鍵もらえるんで、まあギガ伝説級が楽勝だったらそのまんま、魔王級にも挑戦してみてはいかがでしょうかと。まあさすがに魔王級行くんだったらね、紋章もしっかり見直すけどね。 でね、報酬そんな美味しくないんで、魔王鍵いらないんだったらそこまで周回する必要はないかなと。まあ魔王級の鍵いっぱい欲しい人は、まあ頑張って周回しましょう。はい、美味しいね、ポイントはすごい美味しいね。まあノーデスもないんでね、気軽に行ってみてはどうでしょうか。はい、ということでね、特別なんか言うほどのことがあるボスじゃなかったね。まあせっかくなんでね、全てのお題更新して、ジェムもらいいと。まあこんな感じでね、よっ、チェックマークが消えない。まあ3周年に向けて、そんなことよりもね、こっちの福引き宝箱のねクエストを忘れないようにね、少しでも多くこなしましょうと。まあついでにドラヤマさんも来てるんだけど、ドラヤマさん昔取った覚えがあるんでね、今回はトルティナッシング、まあ伝説級ね挑戦して、まあこのドラヤマさんもパーフェクトクリアすることでね、破壊と殺戮の鍵もらえるし、あの素早さダウンに呪い、転倒、素早さダウン、バギー、ね、結構いい紋章あるんでね、まあ頑張って回してくださいと。はい、ということで特別なんか言うほどのことがあるボスじゃなかったんでね、今回これで終了ですね。また来週のね、ギガ伝説ボスでお会いしましょう。それではお疲れ様でした。